近代語、または近代日本語とは日本語の一種である。教義と講義があり、教義には西洋の制度や学術、思想、文化を吸収した明治維新を中心に江戸後期、幕末から明治初中期の言葉を対象とする。講義には室町時代以降の日本語を指す。日本における近代語は漢語の側面から見たとき、 教義の意味においても現代の日本語の5割を超える規定性を持っている。近代語は日本語学、日本語教育の関心からのアプローチのほか、翻訳語の研究、哲学、思想分野等の研究において注目されている。近代語成立の大きな特徴として翻訳主義を取ったことを挙げられる。幕末、明治の知識人は翻訳を通じて西洋の学術、 文化を日本にもたらした。日本列島に文字がもたらされた文献の傍証を得られるのは五漢諸島遺伝における那国の記載であり、江戸時代に東まで発見された金印はこの時に賜われたものとされている。以来、中国、朝鮮半島との交流、交渉の中で漢字が授与され、日本列島で暮らしていた人々の言葉に万葉が名の、ように漢字を借りて日本語の音を表した。 古代以降、トライ系移住民や、遣隋史、遣唐史、そして書籍を通じて、中国の学術、文化が流入し、儒教や、漢訳仏教の需要を通じて、日本列島の人々は日本語を豊かに鍛えていった。時代は過ぎ、アヘン戦争において、大国の清が英国に敗れたことで、日本の人々の危機感は高まった。18世紀の終わりまで、江戸幕府は、 朝鮮通信使や長崎で島を通じてのオランダ、中国との交流に限られ、19世紀に入って国際環境が大きく変わってきた。ペリーの裏柄以降、日米和親条約、日米修好通商条約の調印を経て、薩長等の藩及び幕府側の一部の上層部、テクノクラートは上位論から転換し、西洋の学術、知識を求めた。明治維新となり、 岩倉施設団を代表として多数の留学生が西洋に派遣され、西洋の知識が日本にもたらされた。青春は学術後特に哲学用語を訳したと言われる。近代語に関わる着眼点に以下のようなものを挙げられる。まず、西洋の概念等が翻訳された時に何種類かの訳語が存在したこと、次に翻訳にあたっての等価の問題である。翻訳語は、 必ずしも言語の意味を正確には伝えていない。訳語が一度定着すると、統計イコールスタティスティックス等と固定される。しかし、大とは、権利であるとともに、右側の意味もあり、良い意味に使うものの、日本語の、権利の、権の字は、悪い意味にも使用する。また、先週の発明した哲学用語は、日常語彙との間に距離があるが、 西洋のフィロソフィーは哲学であるとともに、物の見方、考え方、原理等の意味にも使用され、日常語と学術用語がつながっているという。つまり、明治期の翻訳には講座や巨像があり、そのことが近代語を検討する意味や意義とも言える。野村正明は日本語における基本看護を抽出し、その時代別割合を示している。 基本3000の書出時期は、一なら、平安、鎌倉時期五数927、二室町、江戸前期五数374、三江戸後期五数362、四明治時期五数1167、五を対象、昭和五数165系2998と、する。同論文は、陳理系著からの再引用である。丸山真男、加藤周一。 翻訳と日本の近代、3ページ。加藤周一、解説、翻訳の思想364ページ参照。なお、加藤によれば、森岡賢治は、特定の英語と対応する、西の訳語1410を、明治7年以前観光の英和辞書の訳語と対象し、両者の重なるものと、当時の辞書にはなく西独自の訳語と考えられる、ものとに分けた。 前者の大部分は、諸橋哲司、大漢和辞典が出典を明記する古典語である。後者すなわち、青春の発明した訳語のおよそ半分は古典により、およそ半分は心臓語である。加藤周一は、何種類かの訳語が共存した要因として、第一に、公衆の好み、第二に学会その他の民間の職業的な組織、団体の意識的な努力、第三に、 政府の影響を挙げている。翻訳学における、当下の問題に注目した研究に、野ギュアキラ、翻訳語成立事情がある。加藤修一、解説、翻訳の思想368から369ページ。加藤修一、解説、翻訳の思想370ページ。杉本勤、近代日本語の研究。東北大学博士学位論文用紙。陳力 近代一の翻訳と電波、看護媒介に賛成堂、2019年丸山、真男、加藤周一、翻訳と日本の近代1998年、ABCDE 加藤周一、解説、翻訳の思想岩波書店、1991年、近代語の成立、明治記号異変、明治書院、1969年、九年ュー明、翻訳語成立事情、岩波新書、 1982年、長沼美香子、訳された、近代、文部省、百科全書の翻訳学法政大学出版局、2017年、ありがとうございます。